このコーデは、イラクについての地域史を述べる。イラク地域は、古代史では、メソポタミアと呼ばれた。世界最古の文明である、メソポタミア文明が栄え、シュメール、アッカド、アッシリア、バビロニアなどの古代国家がこの地を支配した。紀元前6世紀頃より、この地域は広大なペルシア帝国の一部となったが、イラク地域は、帝国の主要地域で、帝国時代の大半では、 イラク地域に首都が置かれた。7世紀以降はこの地域は急速にイスラム化し、イスラム帝国やオスマン帝国などの大イスラム王朝の一部となった。第一次世界大戦後にイラク国家はまずは君主制で独立し、やがて共和国となった。1990年代以降、湾岸戦争、イラク戦争の二度の戦争の後、現在は新しく民主議会選挙による政府が、 発足している。約6万年前のイラクにはネアンデルタール人が住んでいた。当時、ネアンデルタール人はヨーロッパを中心に西アジアから中央アジアまで分布していた。イラク北部のシャニダール洞窟で化石が発掘されているが、同時に数種類の花の花粉が発見されたことから、ネアンデルタール人には死者を痛む心があり、副葬品として花を添える習慣があったという説が、 ある。DNA 解析などの研究に基づき、ネアンデルタール人と現世人類との間には直接のつながりはないとする説が有力である。現在のイラクとほぼ同じ地域が古代史ではメソポタミアと呼ばれ、世界最古の文明であるメソポタミア文明が栄えた。メソポタミア文明はメソポタミア南部のシュメールから始まり、やがて北部に広がっていった。 メソポタミア地方は、シュメール、アッカド、アッシリア、バビロニアなど多くの文明によって征服された。現イラクは、チグリス川とユーフラテス川が形成した中世平ヒラに、あるが、ここから、西シリア、エジプトにかけての地域は、土壌が肥沃で多くの古代文明が生まれたので、古代史において肥沃な三日月地帯と呼ばれる。設計文字を刻んだ。 年度版メソポタミアで最初に文明を築いたのは、シュメール人を中心とした人々である。シュメール文明は、メソポタミアの南部、チグリス川というフラテス川の下流域に生まれた。シュメール人の民族系統は不明であり、その起源や周辺諸民族との関係は、様々な技術を発明した。特に、紀元前3200年頃には、ウルク古説文字を発明し、 年度版に残している。紀元前3000年期に入るまでには、言語や宗教的な同質性を基盤としたシュメールという統一概念が形成されていた。また、シュメール人と共にセム語を喋る人々もこの文明の重要な担い手であった。メソポタミア南部は文字による記録が残される最初期から、シュメール語とセム語のバイリンガル地帯であった。紀元前2700年頃には、 下流域に、ウル、ウルク、ラガシュなど多くの都市国家が形成された。メソポタミア文明の発達につれて、周辺地域との関係も記録に残されるようになり、相互の関係が明らかとなり始める。現在のイラン西部では、エラム人が発展した。エラム人は、早くから、シュメール人と接触し、古いシュメールの神話の中には、エラム人が、たびたび登場する。これ以後、 紀元前6世紀までメソポタミアの様々な王朝と互いに征服を繰り返した。メソポタミア南部、シュメールの北方地方では古くよりセム系諸語を話す人々が優勢であった。彼らはやがて全メソポタミアを征服したサルゴンの建てたアッカドにちなみアッカド人と呼ばれる。アッカド語はオリエント全域で使われる共通語として発達した。紀元前2000年期後半。 アッカドオサルゴンは、シュメールの都市国家を征服し、メソポタミア北部も征服して、初めてメソポタミア統一を果たした。アッカド帝国は、中心都市をアッカドに定めて、半島を地中海やアナトリア半島まで広げた。アッカド帝国は初めて中央集計を確立したので、交通と交易は発展し、メソポタミアの経済的、文化的統一も進んだ。 勢力を誇ったアッカド帝国だが、周辺民族との戦いやシュメール都市国家の相次ぐ反乱によって消耗し、紀元前2200年頃に滅亡した。紀元前2125年頃、メソポタミア南部にあるシュメール人の都市国家ウルが、メソポタミアの支配を獲得し、ウル第三王朝が建てられた。ウルは現在知られている最も古い宝典であるウル南ム宝典を定めた。 ハンムラビ法典に描かれているハンムラビと太陽神社マシ次にメソポタミアで勢力を持ったのは原シリア地方から移住してきたセムゴ派のアムル人だった。ウル第三王朝はアムル人やエラム人の侵入により紀元前2004年頃に滅亡した。その後紀元前1750年頃までは一神ラルサ時代と呼ばれ一神ラルサ、バビロニアなどアムルジン王朝が メソポタミアの覇権を競い合った。アムル人がメソポタミアに建てた王朝は、シュメールの後継者の意識を強く持ち、政治的、宗教的には、シュメールやアッカドの文明に同化していった。その後、メソポタミアは、バビロンのハンムラビ王によって、再統一され、バビロニア王国として繁栄した。目には目を、歯には歯を、で有名なハンムラビ法典は、ハンムラビ王によって作られた。 コバビロニアは、シュメールから、ペルシャ湾まで、チグリス・ユーフラテス川のほぼ全流域を統治し、約200年の間続いた。紀元前1595年、アナトリア半島のヒッタイトが、東方に遠征し、コバビロニアは滅ぼされた。ヒッタイト人は、インドヨーロッパ語族に属する言語を用いた人々で、ある。遠征直後に、ヒッタイトを、ムルシリ一世が暗殺され、 キッタイトが衰退したのでメソポタミアの統治は混乱したメソポタミア北部ではフルリ人がミタンニ王国を建立した。メソポタミア南部のバビロニア地域は紀元前1475年頃にカッシート王国が海の国第一王朝を滅ぼし統一された。カッシート人の出自は不明な点が多い。これによりオリエントはミタンニ王国とカッシート王国。 北のアナトリア半島の筆体と西のエジプトと四強国が支配する四大国時代になった。アッシリアの勢力圏の変遷次にメソポタミアの支配者の座についたのはセムゴ派に属するアッシリア人だった。アッシリアはミタンニ王国の東に位置し、これまでミタンニ王国に支配されていた。アッシリアは紀元前1340年頃、 ミタンニを破って事実上併合し、紀元前1235年頃バビロニアのカッシート王朝を打倒し、メソポタミアの支配を獲得した。その後、反乱が起きて、アッシリアの王朝はバビロニアから追われた。バビロニアには、維新大に王朝として知られる王朝が生まれた。この王朝の王の中では、エラムとの戦いで勝利を収めたネブカドネザル一世について、 多くの文学作品が残されている。紀元前10世紀頃、アッシリアは勢力を盛り返した。アッシリアの歴代の王は領土を拡大し、特に紀元前744年に即位したティグラド、ピレセル3世は、バビロニアを含め周辺諸国を征服して、領土を広げ、アッシリア帝国と呼ばれるようになった。紀元前800年代以降、バビロン周辺では、 セムゴ派のカルデア人が勢力を増した。紀元前626年、カルデアの王ナボポラッサルは、アッシリア帝国からバビロニア地方を脱出し、新バビロニアを建国した。さらにナボポラッサルは、ゲンイラン北西部を中心とするメディア王国と同盟を結び、紀元前612年にアッシリアの首都ニネベを陥落させ、アッシリア帝国を滅ぼした。これによりオリエントは、 新バビロニア、メディア、エジプト、アナトリア半島のリディアの4大国時代になった。新バビロニアの王の中では、ネブカドネザル2世が有名である。紀元前586年、ネブカドネザル2世は、ユダ王国を征服し、1万5000人とも言われる捕虜をバビロニアに連れ去った。また伝説によると、ネブカドネザル2世は、世界の七不思議の一つ。 バビロンの空中庭園を建造した。紀元前6世紀から紀元7世紀にかけて、イラク地域の主な支配者は、アケメネス朝、ペルシア帝国、セレウコス朝、シリア、パルティア、サウサーン朝、ペルシア帝国と様々な大国に移り変わった。このうち、ギリシア系のセレウコス朝を除いては、ペルシア系であるが、この時代、イラク地域は、大国の中心であり続け、 セレウコス朝の首都は初期には現イラクのセレウキアに置かれ、パルティアとサーサン朝の首都は現イラクのクテシフォンに置かれていた。また、ペルシア系の王朝下にあってもイラクは、あらゆる信仰や政治の中心であり続け、王朝の維持と発展において最重要地域であった。アケメネス朝、ペルシア帝国の最大半時現前百五十年、シンバビロニアの北東に接するメディア王国が、 大キュロスの反乱によって滅ぼされた。紀元前539年、リディア王国も征服した。大キュロスによってシンバビロニアは征服され、アケムネス朝、ペルシア帝国の支配下に収まった。アケムネス朝は後に、エジプトを併合し、オリエント統一を果たした。キュロス大王の征服以降、現イラクは、クバルバラ州の名で呼ばれるようになった。アラビア語の、イラクは、 イラク南部の古代都市ウルクに由来があり、ペルシア語のエリクはこれを経由した言葉だが、この時代には未だ使われていなかった。アレキサンダー大王の征服範囲期限前331年、アケムネス朝、ペルシア帝国はアレクサンドロス三世の遠征によって滅亡した。アレキサンダー大王は古代マケドニア王国の国王で、短期間のうちにインドに至るまでの広い範囲を征服し、 紀元前323年に自ら帝国の首都に定めていたイラクのバグダード南方9 0トルに位置するバビロンで没した。アレキサンダー大王の死後、後継者争いが起こった。この結果、バビロニアを基盤にするセレウコス一世がイラン、シリアの支配も獲得し、ギリシア系のセレウコス朝、シリアを起こした。以後2世紀の間、現イラク地域は、 セレウコス朝の支配下に置かれる。セレウコス朝の首都は、はじめは、バビロンの北のシ徒、セレウキアに置かれた。首都は、間もなく北、シリアに移されたが、その後もセレウキアは、首都、アンティオケアに並ぶ、主要都市として繁栄した。紀元前3世紀中頃、セレウコス朝の支配力が衰え、イラン東北地方のパルティアと呼ばれる、イラン系遊牧民が独立した。 パルティアは、紀元前141年までには、バビロニアの主要都市、セレウキアを征服し、ミトリダテス二世の時代には、メソポタミアからインダス川までを支配する大国となった。パルティアの首都は、イラクのバグダード南東にあるクテシフォンに置かれた。この後、現イランのペルセポリスで独立した、アルダシール一世が、226年に、パルティアを滅ぼしてサーサーガーサ、ペルシアを起こし、 230年には現イラク地域を支配下に収めた。首都はイラクのクテシフォンに置いた。この王朝は7世紀にアラブ系イスラム教徒に占領されるまで続く。現イラク地域はまだクバルバラと呼ばれていて、その中をさらにミシャン、アスリスタン、アディアベーン、シタメディアに区分されていた。サーサーン・アサの南部と西部のアラビアの砂漠にはアラブ部族が住んでいて、 サーサーアン・朝の支配を受けながら、ラフムチョーヒーラ王国が治めていた。サーサーアン・朝の北部は東ローマ帝国に接していた。サーサーアン・朝と東ローマ帝国と衝突を繰り返しており、イラク北部は東ローマ帝国に支配されることもあった。602年、ホスロー2世は東ローマ帝国に最後の大規模な遠征を行った。前半には、 東ローマの首都コンスタンティノポリスのマジコまで迫ったが、後半は、戦況が反転し、627年から628年には、ヘラクレオスミカド率いる東ローマ軍が、サーサーン朝の首都クテッシ本を奪取した。この時は、東ローマ軍はすぐに撤退したが、サーサーン朝の国力は大きく消耗した。サーサーン朝の時代のイラク地域には、ペルシア人、 アラム語系住民のオザクミノリ、牧畜を営むアラブ人、ビザンチンから連れ帰ったギリシャ人奴隷など多くの民族が暮らしていた。ザグロス山脈の麓にはクルド人が住んでいた。サーサーアン・アサの国境はゾロアスター教だが、信徒は主にペルシア人に限られていた。残る住民の多くはキリスト教徒だった。キリスト教徒は 単成論破とネストリウス派とに分かれていて、最も広まったのはネストリウス派だった。マニ教、マズダク教の住民もおり、コとバビロン周辺にはユダヤ教徒が住んでいた。さらに、国土の南部には、キリスト教からは異端とみなされているコバビロニアのマンダ教など、グノーシス主義の諸派の教徒がいた。610年頃に預言者ムハンマドが起こしたイスラム教は、 イラク周辺の地域に急速に広まった。第一次世界大戦に至るまでの千年以上の間、イラク地域はアラブ系のイスラム帝国、モンゴル系のイルハン朝、トルコ系のオスマン帝国など様々なイスラム王朝の大帝国が支配した。正統カリフイスラム帝国初期の正統カリフ時代、ホスロー2世が東ローマ帝国に敗戦した後、サーサーアンア・朝は消耗し、 国内は混乱した。アラブに接するイラク南部の国境線の守備力も下がった。現在のイラク南部には湿地帯が広がっているが、この混乱期に荒廃したと言われている。六百十年頃、預言者ムハンマドは現サウジアラビアの真っ赤郊外でイスラム教を起こした。ムハンマドが作ったイスラム共同体は政党カリフに引き継がれてアラブ人を中心とするイスラム帝国が誕生し、 急速に拡大した。当時、物質的に貧しかった、アラブ人の軍隊は十分なソーシングも得られない中、その時代の世界帝国の一つと呼ぶにふさわしいサーサーン朝帝国と対峙し、戦争は激しいものとなった。633年、ヒーラの戦いで正統カリフのイスラム軍がサーサーン、アサトラフ無帳の連合軍を破った。 636年頃のカーデシーヤの戦いで、イスラム軍がペルシアの主力軍隊を破り、そのままペルシア帝国の取得手資本を奪い取った。638年には、イスラム軍はクバルバラ地方をほとんど征服した。642年にニハヤバンドの戦いで、サーサーアン軍は破れ、651年に皇帝ヤズデギルド3世が暗殺され、 サーサーアン・アサは、明日ともに滅びた。656年に第四大政党カリフとなった、アリー・イブン・アビー・ターリブの時、首都をイラクのクーファに移したが、内部の対立によってアリーは661年に暗殺された。ウマイヤ朝、アリーの暗殺後、ウマイヤ朝が成立し、首都をシリアのダマスカスに移して、世襲王朝を築いた。 イスラム帝国支配下のイラク地域はイラクの呼び名で知られるようになりアラビア半島から多くのアラブ人がまたバルカン半島から研究目的や労働目的でギリシャ人が移住してきた。ウマイアーサではイスラム教徒であるアラブ人が移民族を支配した。各地に移住したアラブ人は戦士として報給を受けミスルと呼ばれる新しい軍営都市を築いて 集団生活した。イラクにおいては、コバビロンの近くのクーファと南部のバスラにミスルが築かれ、また、北イラクのモースルが、イスラム教徒の政治と軍事の重要拠点になった。ヒアラブ人だけが、人頭税と地租の納税義務を負った。アッパース朝8世紀半ば、イスラム帝国のアッパース朝が起こり、イラクのバグダードを、帝国の首都とした。この頃、イスラム帝国は、西は、 北アフリカ、東は中央アジア、インドまで勢力を広げて、イスラム国家としては過去最大の半島を実現した。王朝の初期にはアッバース革命に参加したペルシア人たちも政権において官僚として活躍し、地方でもアラブ人の絶対支配体制が解消されて、ムスリムの原則的な平等が実現した。このため、非アラブ人は改修して、イスラム教徒になれば、 税制上のメリットが得られるようになり、かえって、アラブかイスラム化が進むことになる。9世紀に入ると地方が自立し始め、10世紀には、北アフリカのファーティマ朝・朝アンダルスの後ウマイヤ朝が、それぞれ独自のカリーフを自称し、イスラム国家は、分裂時代に入った。これ以後、広大なイスラーム地域を統一する王朝は、オスマン帝国の勃興まで実現していない。 イラク地域においては、アッパース朝のカリフは、区ツの存在となり、実質的な政権は、ブワイフアサ、アラブ系のハムダーガ朝、サ、トゥルク系のセルジューク朝などのイスラム王朝に移り変わった。14世紀のイルハン朝13世紀に、モンゴルのチンギスハーンが、モンゴル帝国を起こし、西シベリア、中央アジア、中国に半島を広げた。フレグが率いるモンゴル軍は、 イスラム諸国に侵攻し、1258年にイラクに侵攻して、バグダードのアパース町を征服した。これにより、イスラム帝国は滅亡した。当時、100万都市と呼ばれていたバグダードだが、この時のモンゴル人による虐殺により20万から50万人ものイラク人が殺されたという。また、バイトあるヒクマと呼ばれた古代。 ギリシャなどの貴重な文献を所蔵していた当時の世界一の図書館は焼かれ、所蔵されていた図書の多くはティグリス川へ捨てられたという。この時の情景を当時の歴史家はティグリス川は異なる色で二度染まった。一度目は人々の地で赤く、二度目は流れたインクで黒くと表現している。フレグはイラン高原に泊まり、1260年に西アジアを支配する自立政権。 イルハン朝を建設した。イルハン朝の首都は現イランのタブリーズに置かれ、イラン高原を中心に、アム川からイラク、アナトリア東部までを支配した。モンゴル研究者には、フレグ一門のウルスという意味で、イルハン朝をフレグウルスと呼ぶものも多い。当初、イルハン朝は東ローマ帝国と友好関係にあり、親、キリスト教であった。 アインジャールートの戦いで敗れてシリアを喪失しマムルーク朝と対立していたが1262年になるとフレグとジョチウルスのベルケトがアゼルバイジャンの支配権をめぐる対立からベルケ・フレグ戦争を始めたしかし1295年当時活躍していたイスラム商人やモンゴル部族にも増えつつあったイスラム教徒の支援を受けて ガザンが第七代目ンに即位し王朝の諸制度をイスラム化したため、イルハン朝はイスラム王朝に変わっていった。1335年、イルハン朝の中心地であるアゼルバイジャンのタブリーズ地方をめぐって、イルハン朝の有力者の間で争いが起こった。ジャライジュ部のシャイフハサンとスルドス部の同盟のシャイフハサンとが争い、1338年、 スルドス部の昭和さんが勝利した。大さ山はバグダードを中心とするメソポタミア平原に撤退し、1340年、イラクを中心に自立して、ジャライル朝を起こした。この後、大さ山のこのシャイフーバイスは、タブリーズを奪還して、ジャライル朝の半島、キウイルハンの西半まで広げた。ティムール没時のティムール朝を同じ時期に、中央アジアにおいては、 モンゴル系遊牧勢力を統合したティムールがティムール朝と呼ばれる支配を確立した。ティムールは周辺の諸勢力を次々と支配下に収め、1390年頃にはイラクイラン地域へと進出してきた。ジャライイル朝は黒羊朝と呼ばれるトルコ系イスラム王朝と結んでティムールに対抗したが敗退しバグダードを奪われた。この際、 バグダードは再び激しい虐殺や略奪の対象となった。ティムール帝国は西はアナトリア半島、東は東トルキスタン、インドまで広い半島を実現したが、ティムールの没後は急速に動揺し分裂していった。トルコ系イスラム王朝の黒羊朝はティムールに敗れていったんは勢力を失った。しかし1404年に ティムールが没すると勢力を盛り返し、アゼルバイジャンのタブリーズを奪還し、さらに、ジャライル朝の残党を滅ぼして、バグダードを占領し、イラクを支配した。1466年には、白洋朝と呼ばれるトルコ系イスラム王朝が黒羊朝を破り、支配権を持った。白洋朝は、東部アナトリアから、イラク、アゼルバイジャン、イラン西部に及ぶ帝国を築いた。 オスマン帝国の最大半とその後、イラクの大部分は1501年にイランに起こったアゼリー人系のサファビー朝と呼ばれるイスラム王朝の支配を受けた。サファビー朝はイランイラク地域を支配した王朝としては初めてシーア派の一派十二イマーム派を国境としたので、住民の多くがシーア派となり、多くのスンニ派のモスクは破壊された。一方、13世紀末に アナトリア西北部で建国したトルコ系のオスマン帝国は1453年東ローマ帝国を滅ぼした。これ以後コンスタンティノープルはオスマン帝国の首都となりやがてイスタンブールと呼ばれるようになる。オスマン帝国は西はモロッコから東はアゼルバイジャン、イラクに至り北はウクライナから南はイエメンに至る領域を支配した。16世紀には オスマン帝国はサファビー朝を破りイラクはオスマン帝国の一部となったがその後もこの地域をめぐる両者の競争は続いたサファビー朝はアッパース一世時代の1623年にはバグダードをオスマン帝国から脱出し1638年までおよそ15年の間支配しているこのサファビー朝による支配の後イラクは再び オスマン帝国の支配下に入り、その支配は第一次世界大戦まで続いた。18世紀には土着化したマムルーク出身の総督たちが、州の実権を握りが利権を脅かされたイギリスは、英遠軍とヨルダンのアラブ軍戦力を指揮して、イラクに侵攻し、再びハーシム王家の政権を確立した。1945年、イラクは国際連合に加盟し、 アラブ連盟の設立メンバーとなった。同じ年、ムッダ・アムスタファ・バルザーニーが指導する、クルド人が自治を求め反乱を起こしたが、失敗し、バルザーニの一党は、ソビエト連邦に逃れた。1948年、イラクなど、アラブ5カ国は新しく建国されたイスラエルを承認せず、第一次中東戦争が勃発した。戦争は百四十九年五月まで続いたが、 この時の停戦協定にイラクは署名していない。戦争によってイラク経済は悪化した。1955年1月、イラクトルコ共同宣言を導き、共同宣言の原則、その実施詳細に関する正式な合意は2月に調印された。1956年、ソ連に対抗することを目的に中東条約機構が発足した。機構本部は、 バグダードに設置され、イラク、トルコ、イラン、パキスタン、アメリカ、イギリスが参加した。エジプトのガマール・アブドゥナーセル大統領は、アラブに、イギリスの勢力が残ることを嫌って気候に反対し、イラク君主の正当性にも会議を唱え始めた。1957年2月、反政府勢力は、統一国民戦線を結成し、独立党、愛国民主党、イラク共産党、 初期のバース党が参加した。この組織の目標は、政府に批判的で民主主義、憲法上の自由、戦時法の廃止、バグダード条約からの脱退、積極的な中立主義の追求であった。1958年2月、エジプトとシリアが合併しアラブ連合共和国が樹立されたことに対抗して、イラクとヨルダンは、ハーシム家君主国家同士による連邦である。 アラブ連邦を結成した。イラクは、この連邦に、クウェートの参加を望んだが、クウェートの独立を認めないイギリスと対立することになり、結果として、イラク君主は後ろ盾を失った。ナーセル大統領に感化され、アブドルカリームカーシム順将とアブドッサラーム、アーリーフ大佐が率いる自由将公団がクーデターを起こし、 1958年7月14日、ハーシム君主制は終焉した。君主ハイサル2世と、元摂政、アブドゥルイラーフと前首相ヌーリアイコールサイードは、処刑された。新政府はイラクを共和制とし、中東条約機構からは脱退した。新憲法は、イラクが共和国であることを宣言した。国家の指導者として、3名の主権評議会を設立。 国民を代表する組織は作られなかった。カーシムが首相、国防大臣、最高司令官を兼任し、副首相兼内務大臣にアーリフ、自由商工団から数名投用、愛国民主党とアラブ民族主義の文民を投用。この後、カーシム首相はエジプトと距離を置いたため、親エジプト派と対立した。カーシムとアーリフの間には、 イラクのアイデンティティという問題が存在していた。つまり、イラクは国民国家であるのか、あるいは広い意味でアラブの一行政区域であるのかという問題である。親エジプト派の抵抗を抑えるために、カーシム首相はソ連に亡命中のクルド人、指導者ムッダームスタファ・バルザーニーの帰国を許可し、さらに、親エジプトのアーリフを非免し投国した。1961年、 イギリスはクウェートを独立させた。イラクはクウェートの支配権を主張したが、イギリスはこれに反発してクウェートに軍を派遣した。1963年2月、クウェート支配を主張するカーシム首相はクーデターにより処刑され、代わりにバース島が軍事政権を作った。1963年10月になって、イラクはクウェートの自治を承認した。 バーストーが政権を作った9ヶ月後、アブドッサラーム・アーリフ大統領は、政権内部のクーデターにより、バーストーを駆逐した。1966年、アーリーフ大統領は、航空機事故で死亡し、彼の2位アブド・ラフマーン・アーリフが大統領となった。1968年7月17日、バーストーが巻き直しの無欠クーデターに成功した。アフマド・ハサン・アルバクル将軍は、 大統領となるとともに、イラクの最高意思決定機関である、革命指導評議会の議長となった。1968年の革命後、イラク経済は急速に回復した。革命前は、歳出の約90%を軍事費に投入していたが、バースト政権は農業と産業を優先した。油は、イラクのイギリス石油会社が独占していたが、新たに、 フランスの石油会社イラッペも採有権を得た。この後、イラク石油会社は国営化される。バルザーニが指導するクルド人の内乱は1961年以来続いていた。バーストーのサッターム・フセインが対策の攻めを負い、1970年クルド人とイラク政府は政治的に和解した。1970年代になってもイラクとクウェートとの境界紛争が 多くの問題を引き起こした。さらに、イランが、ホルムズ海峡の諸島を支配していることが、イラクにとって、脅威となっていた。イランとイラクの境界紛争について1975年5月6日に、アルジェンオイが結ばれたが、この和解は一時的だった。1972年、イラクの代表団がモスクワを訪問した。同年、アメリカとの国交が復活した。この時期は、ヨルダン、 シリアとの関係も良好だった。1973年の第4次中東戦争においてイラク軍はイスラエル軍に対抗して参戦した。1979年のイラン革命をきっかけに中央条約機構が崩壊すると中東全体が全く新しい軍事バランスに向かって動き出した。1979年バクル大統領が辞任し、 サンターム・フセインが大統領と革命指導評議会議長の座を譲り受けた。イランとイラクとの国境をめぐり、1980年から1988年にかけてイラン・イラク戦争が勃発した。イラク政府はヨーロッパ、アメリカ、ソ連、中国などほとんどの国から支援を受けた。ただし、この戦争中にイラクは化学兵器を使用し、国際社会から 大きな批判を浴びた。戦争により、イラクはペルシャ湾周辺の中では軍事大国となったが、一方で国家財政は悪化した。イラクとクウェートとの間では国境をめぐる対立が続いていた。イラクはクウェートが石油の採掘のために国境を侵犯していると主張していた。アメリカやアラブ諸国の仲介により対話の努力が続いていたが、 1990年8月2日、イラクはクウェートに侵攻し、8月8日にはクウェートをイラクの第19番目の州として併合すると宣言した。イラクによる侵攻後、国際連合とアラブ連盟は直ちにイラクを非難し、ほとんどの貿易を停止する経済封鎖を行った。1990年11月、国際連合は、 1991年1月15日を撤退期限として対イラク武力行使用人決議を決議した。1991年1月17日28各国の連合軍がバグダードに進軍を開始した。6週間の戦闘によりイラクは敗戦した。1万4千トンの空爆が行われ10万人以上のイラク兵と数万人のイラク市民が死亡したと言われる。 1991年2月28日、アメリカは停戦を宣言し、同年4月にイラクと国際連合とは正式に停戦合意を結んだ。湾岸戦争の際にイラクが受諾した国連決議687により、イラクは大量破壊兵器の放棄を義務付けられた。これを確認するため、国連査察団が送られたが、イラクは査察に非協力的とされ、 大量破壊兵器を保有しているとの疑いが持たれた。2001年9月11日、アメリカで同時多発テロ事件が発生した。これをきっかけにアメリカ政府は対テロ戦争を宣言し、まずはイスラム原理主義のタリバーンを排除するためにアフガニスタンに侵攻した。続いて2003年3月19日、国連決議に反して大量破壊兵器を保有しているとの疑いで、 アメリカとイギリスの連合軍はイラクに対しての改戦を宣言した。圧倒的な軍事力を誇る米英連合軍はバグダードを含む主要都市を短期間で破壊、占領し2003年5月1日に戦争終結宣言を発して形式的にはイラクへの攻撃を終了した。これによって旧イラク共和国は名実ともに滅亡し、 独立国としてのイラクの歴史にも一旦終止符が打たれる。これ以降は、名目上、アメリカ国防総省人道復興支援室及び、連合国暫定当局の統治下に入って復興が行われることになったが、実際には正式な編入、併合こそ行われなかったものの事実上、アメリカ合衆国の海外領土に組み込まれる。年月、イラク暫定政権が発足して、 アメリカ領時代に幕が下ろされ、新、イラク共和国として再独立を果たす。2005年1月に選挙が行われ、2005年4月にイラク移行政府が発足し、同年末までに憲法を制定した。憲法に基づく選挙が行われ、2006年5月に正式政府が発足した。しかし現在も、なお、イラク国内は、戦闘状態が続いている。この合意に、 イギリスも加わり、後にバグダード条約と知られるようになった。この年の後半になってイランとパキスタンが加盟した。アメリカは参加しなかったが全面的に協力した。1940年代にシリアで創設された。1951年以降はシリア派のフワード、リカビーの指揮下にあった。アラブ民族主義を掲げ、漠然とした社会主義を施行しており、 アラブ世界における土地所有制度の不平等を厳しく非難していたバース等の主張は学生や保守的、排他的なアラブ民族主義者のもとで虐げられていた人々に支持されシーア派の若い世代に広まっていた。トリップ225から231ページ。ありがとうございます。